次のため息さえも許さない街並みが見える。
まあ、なんか僕を送るのと人一倍長いここにいたわけで、まあね、まあ、今こうなってみるとあっという間だったなと思って、まあ、せめて最後くらいに今日くらいゆっくり時間が過ぎればいいなみたいな感じで歌いました。はい、最近なんかすごい空気がなんか上がってくるんですよ。なんかもう前回の現役の方たちは知ってるか分かるんですけど、新高祭りっていうその、ね、ライブがあって、ツーベースのライブがあって、結局2日とも飲んだじゃないですか。2日目がちょっと、そう、2日目が公民館で、その後なんか龍二君っていう公園に出てるんで、その時からなんですよ。飲んで、なんか飲んで飛ばされて、後半もなんかそこからすごい、なんか一緒にバンドをやったんですね、ありがたいんですけど、まあ、毎回の後輩になんか、父さんまだ来ますよねみたいなノリで飲まされて、血を吐くことを吐いて、そこから僕もピンクロを明かしてみましたね。まあ、とか吐き気を抑えて頑張ります。はい、じゃあ偉くなんなくてもいいじゃんみたいな、でもなんか犯罪者とかなんなきゃいいじゃんみたいな、そういう曲なんですけど、なんかね、これから僕も含めて人生はっていくわけで、まあ別にね、ワイドショーに取り上げられるような偉いことをしなくてもいいですし、ワイドショーに取り上げられるようないいことをしてほしくはないわけで、全然存在を知らせてくれるのはもうダブダブなので、それで、自分らしくやれることをやっていきましょうっていう感じで、はい、モンタージュ。眠たさに
まあ、一回ちょっとギターでなんかわちゃわちゃした中で一人として出てくるんですけど、ですね、まあ、特にもう2年前にもう終わってる身なので、特に関してはなんか、まあ、うん、前の方がうまかったような気がしないようないんですが、なんかさね、ここ2年くらいずっとなんかバンドの方が楽しくてですね、まあ、さっき言わなかったんですけど、その2発目のヒセガップで久しぶりになんかその真ん中でバンドの真ん中で歌う時にしまして、結構なんか端っこで、端っこじゃないんですけど、なんか横でギター弾いてるってことがあったんで、そうですね、やっぱ楽しいですね、ああいうのは。なんかもっと早くやった曲だったなと思ったり、まあ、あのバンドはあのタイミングだったからこそ良かったかなとは、まあ、思ってるんですけど、うん、話がなんかどちらかと思ったんですが、元気ないな、ヘイヘイ、ヘイヘイ、
も自然の摂理さ、緑茶でも飲んで休憩、群がる鳩を見ろよ、落ち込む暇なんかないってさ。元気ないな、ヘイヘイ、無理もないか、ヘイヘイ、遠慮しないで、ヘイヘイ、卒業してもよろしく。Hey, hey, 無理もない。